七つの大罪たちの前に現れたメラスキラー、真の姿である大蛇と化し、バンに襲いかかる。その窮地を救ったのは、バンへの思いで進化を遂げたエレイン。エリザベスの活躍もあり、メラスキラーを封印する。一方、メリオダスは暗淡の眉の脱出と引き換えに感情を失い、敵意をむき出しにして立ちはだかる。対するは最強の男、エスカノールだったが、エスカノール！メリオダス、やめて。気安く触んな。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。3000年の封印により目覚めし魔人族の精鋭10回、その支配はブリタニア全土に及び、暗黒の時代が訪れた。ヨネス王国は死闘の末10回を撃退。ブリタニア解放への反撃が始まろうとしていた。その先陣に立つのは王国が誇る伝説の騎士だ。その名も七つの。エスカノールが負けた。マーリー、今すぐ術を解いて。私が何とかしてみる。ダメだ。今のメリオダスは暗黒の魔力を抑制できず、精神も記憶も蝕まれた状態。パーフェクトキューブから仮に解き放てば、間違いなく我々全員を殺すぞ。んじゃ他に止める方法があんのかよ。じきに正午だ。はい。忠告だ。生地タフだと地獄を見るぜ。確かに認めざるを得んな。貴様は強い。この我の次にな。続きを始めるか。スーパースラッシュ。変わっただけかよ。あの怪物みてえなエスカノールでも勝てねえのかよ。仕方ないよ。エスカノールの今の等級は114000、対する団長はそれをさらに超える怪物、等級142000。このままだとエスカノールは殺される。してるはずのエスカノールを手玉に取るなんて。あれこそが団長殿が純粋なる魔人族の英雄だった時の姿。
実戒統率者メリオダス。クルーエルソン。フルカウンター。今の声は。存外楽しめた。可愛い弟と兄弟喧嘩をした時以来か。大した人間だ。殺すのが惜しいぜ。くそ。一体どうやってあの団長を止めればいいの？残された猶予は1分。奴の力は日の出とともに刻一刻と増し、正午を迎えると同時にピークに達するのだ。時間にしてわずか1分、奴は無敵の権化となる。その名はザ・ワン。まだ隠してやがった。噛みちぎり。かゆ。世間。エスカノール。魔の神とやら。人間に見下される気分はどうだ。すでに消失している。メラスキラの魔力を消し去ったことで解除されたようだな。ならいよいよキャメロットに乗り込めるね。でも団長がこんな状態じゃ。引き上げるぞ。マーリー、お願い。少しだけでもメリオダスの傷を治させて。傷を治せば即座に襲いかかってこよう。その時誰がメリオダスを抑える？何度だろうと私が可愛がってあげますよ。いや、最強の男、頼りになる。僕変なこと言った？いや、あまりに愚かで当然のことをおっしゃるので驚いただけですよ。愚かねえ、マーリン。痩せ我慢もほどほどにするんだな。何の話です？
お？エスカノール！うそー！マーリンがパンチ一発でエスカノールを倒した！エスカノール！しっかりして！マーリン最強かよ！ディアンヌ、エスカノールを頼む。バン、どうしたの？みんなのところへ行きましょう。バン。何もできなかった。何もしてやれなかった。彼は決してそんな風に思わないわ。そうでしょ、バン。正直、状況は深刻だ。エスカノールのダメージは深い。サンシャインは強大すぎる魔力ゆえ、長年にわたり蓄積した負荷が一気に出たのだろう。団長殿の状態はさらに危険だ。魔人王に感情を奪われたことにより、かつてのメリオダスに逆行しつつある。皮肉にも、強さは以前にも増してな。ショックスティンガー。メリオダス団長！マーリン、やめて！エリザベス、そこをどけ。メリオダスをパーフェクトキューブに閉じ込める。それじゃ何の解決にもならないわ。事態は一刻を争うのだぞ。こうしている間にメリオダスは闇の力で傷を修復している。マーリン、お願い。ダメだ、今すぐ隔離せねば。私を彼と一緒に閉じ込めて。ねえねえ。ポカポカ、待て待て待て。エリザベスちゃん、メリオダスと心中する気か？心配しないで、ホークちゃん。今の私の魔力でなら、進行を止めるくらいができるはずよ。わかった。ありがとう、マーリン。うわっ！ただし、私が絶えずそばで見張る。万が一に備えてな。でも、マーリンとエリザベスまで戦線離脱なんて、一体これからどうしたら。キャメロットへ予定通り向かう。我らの任務はキャメロットを実界の支配から解放し、囚われたリオネスの民を救出することだ。何よりエリザベスが前世の記憶を取り戻した今、残された猶予は3日。立ち止まっている暇はない。キャメロットへの到着まで2日。エスカノールの回復を待ち、団長殿を元に戻す方法を私が考えている間、当然ゼルドリスや配下の魔人が襲ってくる可能性は十分あり得る。キング、ディアンヌ、ゴーセル、頼れるのはお前たちだけだ。エリザベスのことが心配。団長たちも元気になるよね。団長は回復しても元に戻る可能性はゼロに近い。マーリンはそう考えている。ゴーゼル！でも俺はたとえどんなに可能性が低くても元の団長に戻ってほしい。よし、何としてでもオイラたちでみんなを守り抜こう。ヘルブラム、君が身を挺してオイラとディアンヌを守ってくれたように。はあ、惨め。こんな貧相な穴蔵で隠れ過ごさなきゃならないなんて。あ、見回りのデカムカで。こっちへ来るのか？いやあ！マーリー様、ヘルプミー！
その人の話よく聞かせてくれないか。お前ダルを私はアーサー・ペンドラゴン。ここは魔人たちがうろついているから場所を変えよう。さあここだ、ついてきて。息災か。まあ彼女のことだ、何の心配もいらないだろうけど。なぜあの人のことを。お前まさかマーリン様が探せって言ってた王たる器の魔力って。アーサー様のお帰りだぞ。アーサー王様。アーサー王、お怪我はありませんでしたか。少し汚れたけどね。よかった。こら、僕を何だと思ってる。なんじゃこの目ん玉は。古本。この僕こそ混沌の母より生まれし吸血鬼王族オルロンディ様さ。ふふん、目玉のくせに偉そう。そこの猫まん丸の聞こえたぞ。やめろキャス。だって偉そう。猫に言われる筋合いはない。なんで猫が喋ってるんだ。さあお疲れでしょう。アーサー王、お食事ができてます。 お腹ペコペコだ。悪くないね。お前には言ってない。しかし能天気な連中だよ。今オートがどうなってるのか知らないのか。洗脳された人間をみんな魔人の餌か女神の封印を破るための生贄にされてるんだぞ。分かってるさ、本当はみんな辛いんだ。大切な家族や友人と離れ離れになって、そして失って。だからこそ努めて明るく振る舞っている。出なきゃとても気持ちを保てないんだ。守備よく偵察は済んだようだな。ナナシ殿。日に日に霊の封印が弱まっているようだ。今日だけで穴から55体の気配が這い出してきた。ついでにその倍は仕留めてきました。上出来だアーサー。この数ヶ月でよくここまで到達した。はい、全てはナナシ殿の教えのおかげです。そろそろ作戦を実行する時が来たか。では、いよいよ。さては、お前ら全員でキャメロット城に乗り込むつもりか。やめとけ、無駄死に決定だぞ。行くのは私一人、そしてキャメロットをこの手に取り戻す。わあ、バカだろ。城には魔人がうじゃうじゃいるだけじゃない、実戒ゼルドリスがいるんだぞ。魔人族最強最悪の処刑人だぞ。いた。あれさえ取り返せばなんとかなるよ。あれ、聖剣エクスカリバー。びくともしない。剣自身が選別した者にのみ力を与える魔剣か。いや、これは魔人の魔力とは全く異なる。となると、ゼルドリス、我が代理、我が息子。これは父上、いかがなされました。朗報だ。朗報とは。魔人王が目覚める。父上がお目覚めに。しかしまだ封印が解けるまで時間が。我にあらず。本来なら我の後を継ぐべきだったもの。
まさかあの裏切り者が。はっは、言うな。汝の兄を魔人の新たな王として迎え入れるのだ。それは、しかし、これより命を下す。メリオダスを奪還せよ。タンタカタンタカタン。なあアーサー、ナナシって何者なんだ？ナナシ殿はバイゼル大喧嘩祭りで出会った私の師匠です。あまり多くは語ってくれませんが、加えた葉っぱの向きで機嫌がわかるんですよ。あ、今日はご機嫌みたいです。うそ。次回、七つの大罪、神々の逆鱗、新たなる脅威。